はい、皆様こんにちは、レイナです。こんにちは、ゆかちゃん。あのね、今日はね、あのカナダでね、妊娠の話をしてみたいと思います。妊娠して経験した人、してる人、現在進行形ですね、うん、でもしかしたら今そういう状況にカナダでいる人もいるかもしれないし、ある意味で将来的にそうなるかもしれない人のために一応送っとくねっていうのが、違うの、日本と全然。つうのがね、あの日本だったら毎月1回とかに超音波を通るのに、ウルトラサウンドね、こっちでは2回ぐらい取って終わりなんだよね。そうなのね、不安なのね、これがまた、はい、1回目3ヶ月の時だけ取ったの。さあ、そうそう、あのそんな感じだったと思う。あの、ちなみに私目立ちたいから前にいるんじゃないのね、遠近法で後ろにいたいっていうから後ろにいるだけだからね、はい、あのそんでね、その後5ヶ月後に本当のあの大きなきちんと手とかも全部見えるような状態の超音波取って、そこで問題がなかったら生まれるまで一切超音波なしっていうね、あのあれね、そう、うん、まず私が一番心配したのは、うん、だからうんと、おしっこ検査で妊娠しましたよってなるでしょ、うん、それでほら、まず流産を一番心配したわけ、うん、初期のね3ヶ月ぐらいまでが心配、あの確率が高いでしょ、子供の心音確認できるまで、うん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 、でその3ヶ月の間がまず何にもウルトラサウンドもできない、うん、その待ってる間がちょっと心配が大きかったね。日本でも同じじゃないの？日本はね、もう2ヶ月とかさ、もうその間にもね2週間に1回とかウルトラサウンドやってくれるんだよ。あれだね、知ってなかったからさ、うん、全然気にしてなかったわ。その辺そう、私その年が怖かったよ。だからね、知らないのはね、いいこと、うん、でも知っちゃってるじゃん、知っちゃってるじゃん、うん、私知らなかったけど、友達から聞いたからさ。私も後々こっちに来て、うん、あのその本で、うんうん、卵クラブで書いてあるじゃん、うん、そんでえってなったんだけど、うん、そうそう、だからそういうのもね知っといていいからさと思って。でなんだっけ、話が分かんなくなっちゃった。そうそうそう、システムが違うんですよ。そう、そんで3ヶ月か4ヶ月ぐらいすると、このなんていうの、それから生まれるまではもう心拍数ドクンドクンドクンだけ。そんであの何、私のジョーンもその先生に、うん、あのそうだったの、あのその心拍数だけでどうやってあの子供が元気だって分かるんだよと、本当だよな。でもそういう状態で臨月まで行って、手厚くしてほしいね。でもどう、でもね、でもね、でもね、言われたの、もしも5ヶ月の時にもう1回ウルトラサウンド取ってくださいね、うん、イコール子供に問題があるってことだからなって言われたの、うん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 、だから何も言われないイコールいいことなんだよって、うんうん、いや分かる分かる、だけど、うんうん、大丈夫かしらって思うね、まあ、うん、そうそう、そんな感じでね。このねビデオを撮る前にゆかちゃんがね、私にね質問してきたの、うん、でそんで撮ろうと思って、はい、レッスン、そうそうそう、うん、まず子供が生まれる前にこれからのこととか、生まれた後の赤ちゃんのこととか、もっと前に持ってこよう、あの夫婦で参加できるクラスとかがあるでしょ。あるよ、うん、日本であるの？あると思うんだ、うん、あのお父さんと一緒にね、全然できると思うの、うん、あのとか、そのそう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 、そこで私はね、あの思ったんです、まだ英語が全然わからないから超言い訳ね分からなくないんだよ、分かるんだよ、専門用語とかなのにさ、ね、だから結局さ、病院も今一緒に旦那と一緒に行ってもらって、結局先生が早口で言ったこととか単語とか分かんなかったら何だったって聞いて、分かる言葉で私に説明してもらうでしょ、うん、だそれが1時間とか2時間とかのセッションじゃないけど、レッスンでさ、でまあ単語とか覚えてたとしても、うん、まず初めてのことで不安なのに、うん、100% 理解できない、うん、とそのねクラスに出てもっと不安になるんじゃないか、だったらまあ日本語のクラスを取った方が精神的に安心できるんじゃないかっていう選択肢と、日本語のクラスに出たらば結局病院でこれから産むのに日本語が使えないんだから、だったら今のその時理解できなくてもちょっとそういう単語にこう耳慣れとくとか、そういった方がいいのかとかっていう選択肢とね、うんうんうん、そう、あのね、日本語の方行ってもね、うん、ご主人がね、あの、うん、ついていけないって言ってたよ。あ、でもトランスレーターがいるっすよ。なんだけど、あのきちんと全部を通訳してくれなかったりとか、ついてこなかったりとかするから、最終的にご主人が、あの、まあ、うちらのね共通の友達で日本語のクラスとかいるんだけど、言ってたよ、あの、うんうん、結局彼に、うんうん、彼女が自分で、うんうん、
分かる？あ、分かる。きちんとした英語じゃない状態で説明しなきゃいけないから、ね、ご主人側が分かってないっていう。うん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 、そっか、うん、だったら、うん、まあこの目的は、うん、私の中で大きく占めるのは、うん、自分が理解することもそうだけれども、うん、それよりも、うん、まあね、主人が産むわけじゃないけれども、うん、あなたはこうお父さんになるんですよとかっていうのを、うんうんうん、まあシリアスにね、うん、考えてほしいなっていうのもあるから、うん、だったら英語がいいかね、やっぱりね。あのね、内容がね、うん、ね、こんな感じなんだよ。結局さ、あのスースーハムやるけど、うん、あのどういう状態で、うん、あのデリバリーが行われるのかっていうプロセスを基本的に言うだけなんだ、うん、だからあのそんなスペシャルな単語がどうこうどうこうたまないから、うん、そっちになってくると、うん、でも妊娠で子供がどうですよ、うん、あですよっていう話は、うん、ほらメディカルタームになってくるけど、うん、そのレッスンじゃねえわクラスになってくると、うん、こういうチョイスがありますよ、こういうことに面しますよ、こういう、あ、なんていうの、薬とかはもちろん別の話だけど、うん、薬がありますよとか言うじゃん、うん、だけど結局ジョーンだって薬の名前知らなかったよ、うんうん、分かる？だから、うん、その単語を知らなければわからない単語ってあるわけじゃん、うん、別に、うんうんうん、わかる？わかる。だから英語の方がいいと思う。全然今説得力がないっていうか、私の中であんのがさ、うん、で やってみろよ英語で、うん、そんで、うん、ご主人に聞けばいい、うん、なんて言ってたのって、うん、でも大丈夫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 、これで説得されてますこんな軽いノリだからね、もうね。でもそっか、ね、じゃあそうしようっていつも思いますなぜか。だけどさ、だけどよ、うん、いつ日本語から脱出するの、うん、そうなの、そこなったよね、それもあったわけ、うん、だから結局それだを堂々巡りだから、うん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 、まあいいこともあるしね、日本語でほら、もちろんもちろん、うん、でもやっぱり、うん、まあほらね、語学留学と違ってね、まあこっちに何いるか分かんないんだから、いつまでもそこにね執着してちゃいけない、うん、っていうかさ、今ゆかも言ってたけどさ、でデリバリーで病院行きました、通訳の人来んのかったら来ないわけじゃん、はい、でしょ、まあ、行ってほしかった、私行ってあげるけどね苦しんでるのを横でこう見つめててあげるけれども、うん、手をこうやって、うん、大丈夫だよ大丈夫だよ、だけど、うん、で最終的にそこでそうだから思ったのよ、うん、そこにはあの日本語はないと、うん、ない、うん、いないよ日本語喋れる看護婦さんとか、あのいざという時にねないのに、その手前でぬるま湯に使ってたら、うん、いざという時には、うん、もっと苦しめるだけ自分を、だったら最初からぬるま湯に浸かるなって話でしょ、とあとそれもある、うん、それプラスあとね面白いのがね、うん、あの産む時にね、うん、本能がね動くんだよ、うん、うちらは、だから、うん、あのそんなテキストのこととか、ね、テキストじゃねえや、レッスンのこと関係ないの全然もうだから痛みをなくすために、だからそんなに下半身麻酔するならスルーで、それぐらいだけ覚えていればいいわけ、あとはもう体が、うん、あの言ってくれるの、あなんだけど、ご主人はそういうの分からないから、うん、そういうプロセスの時に何をしてあげたら奥さんが喜ぶのかっていうことを一番に理解しなきゃいけないから、私はレッスンはご主人のためにやると思ってるよ、そうだね、うん、そう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 、だからじゃあそう知る知る、うん、そうして、うん、そう、そんな感じのねことがあるの、うん、でもね英語でね病院行くのはね大変よ、うん、うん、私もともと来た時わかんない、紙持ってったもん書いてくださいって書いて、まあ、家帰ってきて辞書で調べるとかやってたやつだ、うん、今まで一回も日本人の病院行ったことないけどな、うん、ない歯医者はあるぞ一回、あの、うん、日本人じゃなくって中国人の人で日本語喋れるから行ってこいって言われて行ったらわかんねえの、全然彼が言ってる日本語が分かんなくって、結局英語になっちゃって終わったんだけど、そうそうそう、病院関係ね全然違うよこっち来て、うん、だからとかってなることがあるかもしんないじゃない、だって言うかもな、病院どうすればいいのだったもん初めに、うん、だからあの病院関係はぶっちゃけな話できるだけ日本でやってきた方がいいよ、で健康体でカナダに到着することじゃないと辛いよな、特に歯医者さんね、うん、歯医者さん高いよ、うん、親知らずは抜いてきた方がいいよそうだよ、私みたいに全身麻酔で2本取ることになるからね、そんで全身麻酔の手術で保険で6割聞いたけど、うん、結局私自分で11万払ってるかな、だから25、6万かかるってことでしょ、うんうん、だから今元じゃない、まだと思う多分、ね、うん、だから絶対にね、あの病院 で日本のこでやってきてからこっちに、う
で中にあのトラベルインシュアランス持ってこない人いるんだよね。あ、ありえないね。ありえないよ、うん、ほんと何もないかもしれないけど持ってきといた方がいいと思うよ。だからあのとりあえずきちんと日本で保険はきちんと入って、はい、全部体チェックして、はい、あの健康状態で、はい、うん、そうそう、妊娠しても怖くないよ、大丈夫だからね、できるから大丈夫だよ、 OK、 できる限り英語で、はい、ね、そうそうそう、まあ分かんない時は日本語になっちゃうけど、うん、締めが全然分かんないからダラ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 流しといていいとこで締めるから、はい、いいとこで、じゃあ使えねえなこれこれもなんかある意味であの何カルチャラルディファレンスってやつだよね、うんうんうん、でしょ、うんうん、で今度はじゃあ別の話しようかな。何、あのいや今じゃない、一回切らないと全然話が別の話になるから、はい、ということで今日はちょっとちょっとでもね勉強なる勉強っていうか知識になることが入ったらいいなということで、妊娠経験した人としてない人、してない、あの妊娠してる人、今現在系の人、これから産む人、そう、これから産む人のお話でした。ということでまたねー、またねー、レイナとゆかでした、バイ。